2B ナンバー I の異常人気で 2B の未来は安泰か。戸部版に続く新番組をアベマで放映決定。こんにちは、芸能ダイヤです。12月15日、平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんが10月15日にナンバー I を結成してからちょうど2ヶ月を迎えました。それが SNS ではとんでもない盛り上がりを見せています。 X、Twitter ではナンバー I 結成2ヶ月がトレンド入りしました。11月15日にも同様の流れでナンバー I 結成1ヶ月もトレンド入りしていましたね。ナンバー I サイドに何か動きがあったわけでもないのに、何かコメントしたわけでもないのにトレンド入りです。結成1周年ならまだしも、2ヶ月でこの盛り上がりとは。ナンバー I は早ければ2024年の初頭にはデビューすると一部で報じられています。一気に来るのはきっと曲の発表後、プロモーションも兼ねてガンガン攻めてくると思うから今から準備運動しとこう。これから世界に向けて日々努力してる最中だと思うけど、体に気をつけてたくさんご飯食べてね。結成からまだ2ヶ月全然待てるから、戻ってきてくれて本当にありがとう、といったデビューを心待ちにしている声が多く寄せられている。今やナンバー I はやることなすことすべてが話題になるし、その経済効果もとんでもない。岸さんが10月21日夜にフランクフルトの動画を投稿しただけで、全国のコンビニでフランクフルトやホットスナックが品薄状態になったこともありましたね。また7月30日、平野さんが都内のカフェでレモネードを飲んでいる写真をインスタグラムに投稿した際も同じでしたね。わずか1時間で聖地巡礼をするファンが殺到しました。インスタグラムでは店員らしきアカウントが外に並びができ、電話鳴り止まらず DM 予約だらけとストーリーズ機能に投稿していました。恐ろしい人気っぷりですね。また11月20日から26日にかけて、東京表参道ヒルズ1階のメインエントランスでは話題の香水リブレが体験できるポップアップスタンド、イブ・サンローランリブレスタンドが期間限定オープンしましたが、初日にあまりにも混雑したため2日目以降はナンバー I が出演しているリブレのプロモーションビデオを平気で流せない異常事態になりました。そしてその後、なんとビデオの上映は中止されたのです。報道では初日が入店4時間待ち、行列300人といった情報に加えて、イヴ・サンローランの PR 担当者による当初の予測をはるかに超え、初日は予測の5倍以上となったというコメントも掲載されていました。ナンバー I が訪れた場所は必ずファンの大行列ができる、これぞまさにスターですよね。そしてそんなナンバー I ファンに朗報が。 2B を設立した滝沢秀明氏が15日に自身の X を更新しました。アベマからの匂わせ告知ポストがあったのです。アベマ公式 X アカウントは202312月17日夜9時発表と綴り、カミングスーン12月17日 PM 9時と書かれたモノトーンの画像を添付したポストを15日午後4時に投稿しました。滝沢氏が同日午後7時48分に匂わせが匂ってないのでハートしときました、匂わせが盛大に匂ってない件とリプライし、 2B 関連の投稿であることを示唆しました。さらにアベマ公式 X はハートありがとうございます、匂わせが盛大に匂ってない件と返信をしていました。これらのやり取りを見つけたファンからは、アベマさん、何を匂わすおつもりか、ナンバー I の番組来るかなどと期待が高まっています。また滝沢氏は12月16日にファンクラブ会員へメールを送信しました。3月に東京ドームで事務所全体のコンサートを行うことが発表され、そこにナンバー I も名を連ねていたのです。ナンバー I がこのコンサートで満を持してデビュー曲を発表するのではとファンが色めき立っているのです。コンサートのタイトルはまだ正式発表されていませんが、告知メールの文末に書かれた 2B ドームが
またも X、Twitter、トレンド入りを果たしています。ナンバーアイはいよいよ始動するのね、楽しみだなどとファンが盛り上がりを見せているのです。一方で 2B はナンバーアイ頼りがしばらく続くとも言われています。 2B にはナンバーアイ以外に7人組ユニット IMP、 三宅健さん、北山博光さん、大東律樹さんが所属しています。なお大東さんは俳優業がメインで曲を出していないですが、前出の 2B ドームの告知メールに名前が載っています。北山さんと三宅さんはベテランで安定感はあるけれど、若手アイドルのような爆発的な人気、売り上げは期待できないところがある。 IMP は配信限定シングル「クルージン」がオリコン週間デジタルシングルで1位だったのが最後で、セカンドシングル以降は2位止まり、サードシングルの「スウィッチング」はデイリーデジタルランキングで発売当日は5位、翌日には17位でした。そのため当面の間はズバ抜けた人気のナンバーアイに悪く言えば依存するような形になるのではと考えられているんです。ナンバーアイの人気はものすごい、表紙を飾れば雑誌は即完売、食べ物やブランド品を手に取ればそれが爆売れする現象が相次いでいます。24年3月の 2B ドームでデビュー曲を発表すれば、その収益は関連グッズや後日発売されるであろう DVD なども含めてとんでもない数字になることでしょう。平野さん、岸さん、神宮寺さんの3人の SNS のフォロワー数は合計でおよそ700万で、強い影響力がありますからね。デビューすればさらにフォロワー数は増えるでしょうし、海外のファンもついてくるでしょう。合計1000万はかなりリアルな数字ではないでしょうか。配信のABEMAは公式 X で12月17日午後9時から 2B 番組のスタートを匂わせて滝沢氏も反応していますが、ここでもナンバーアイが登場し活躍するのかもしれませんね。またダンス&ボーカルグループ界では事務所や国の垣根などを超えた融合とも言えそうなコラボ活動が活発になっています。もちろん事務所間のいざこざなどはありますが、それを超えるグルーヴがあれば様々な事務所やアーティストとコラボしていく未来も楽しみですよね。これからの 2B にも期待です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。